どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。ポケットの中のビスケットを叩くと増えるさやです。ポケットの中にはビスケット以上にさやがいっぱいいるってことよ。怖っみちみちなんだポケットの中に。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ゾンビパニックだね、3日後もう絶望じゃん見てこれ、ゾンビペンギン、略してゾンギン。はい、ということでね、今回こちらです。お酒。はい、お酒。お酒だよ。お酒といえばよ。なんかいつだかやりませんでした、はい、お酒。やりましたっけ。すごい頭の悪い見た目の企画があったじゃないですか。そうですね、アルコールインク酒で作ってインク飲むみたいな、なんかやばい動画をね、こんなことやったんですけど。そうそう、サムネイル見たリスナーさんたちがね、ちょっと心配するというタイプのやったんですけども、はい、はい、今回やっていく企画はこちら。デカウンディ、プロナイシがオリジナルお酒ラベル作ってみた。ザブー。まあ、ということなんですけども、はい、今回夏目さんちが勝手に作るんじゃないんですよ。なんと夏目さんちオリジナルラベルお酒作っていただくことになりました。ありがとうございます。まあ、夏目さんちが描いたイラストがお酒のラベルになるということになりました。うん、今回ですね、酒ガチャで有名なクランドさんとのコラボです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、夏目さんちずっとクランドさんのお酒好きで、普通に酒ガチャとかも頼んでるし、以前あのプロチョコっていうチョコのお酒の PR 漫画書かせていただいたとか、そんなことがありましたら、はい、なんと今回ですね、はいはい、夏目さんちのラベル作りませんかと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、クランドさんって簡単に言うと、はい、日本酒とかに興味があっても、うん、なんか難しそうで、うんうん、どうやって選べばいいかわからんよっていう方多いじゃないですか。うん、そんな方のためにカジュアルにいろいろ楽しもうよっていう感じの、うんうん、素晴らしいいろんなお酒との出会いを作ってくださるブランドなんですけれども、はい、酒ガチャっていうのは何ぞやって話なんですよ。その酒ガチャっていうのはもう届いてからのお楽しみということで、はい、もうお酒との出会いを運試しでやっちゃうっていう、もうガチャですよ、文字通りガチャ。そう、だいたいこんなお酒がいいよっていうアバウトな好みだけ入れると、うんうん、そうね、果実酒とかね、そっからそうそうそう、自分の好みに合ったなんかいろんな一期一会のお酒が届くみたいなっていうやつの今回ね、酒ガチャ夏目さんちエディションということで、エディション、はい、コラボさせていただくことになったので、いい、はい、まあ、皆さんそちらですね、実はまだちょっとこの動画が出てる頃は、うんうん、おそらく販売開始してないと思うんだけど、そうね、はい、もうキンキンで販売開始をするということなので、はい、またツイッターなどで告知をさせていただければと思うんですが、まずラベルデザインする前に、うんうん、お酒に感情移入しようかって思ったわけですね。お酒に感情移入、はい、題してお酒を飲むシチュエーション妄想対決。今からクランドさんの PR をするわけではないので、好き勝手妄想しますね。そういうことね。そういうことですよ。まあということでね、夏目さんちの公式で公的に夏目さんちラベルのお酒が出るということになったのでやだな、なんか公的にってやだみたいな話です。やだな言い方。いやいやいや、まあまあまあ、それではやっていこうと思います。お酒は20歳になってから。はい、まあお酒といってもね、いろいろ種類があるわけですよ。いや、そうですよ、はい、まあ、なので3個の種類のお酒をこれからちょっとテーマにしてできればいいかなと思ってます、うん、はい、じゃあまあ1回戦目、あ、これはもしかしてとりあえずってやつですね。とりあえずですよ。はい、じゃあまずは1回戦目、10分間でビールのストーリー妄想対決。で、私さ、うん、ビール飲めんのよね。そうなのよね、さやさんね、お酒、果実酒とか梅酒とかの方もね、そう、甘いお酒じゃないと飲めないのよね。あー、ちょっとなんか月並みかもしれない。あ、でもね、うん、みんな好きだよね、そういう話。俺好きだよ。大好きな話できました。パカー、おめでとうございます。もう共感の嵐。そんな自信満々、うん、当たり前よ、さやさんからの共感の嵐。さやさんしか喜ばないそうだよえ、待って、この話重たすぎるかもしれん。ごめんな。重たかったら。とびきり明るい話したのも。嘘、怖い。僕はビールの妖精。そう、そのぐらいの。ポップくんとかじゃない。そう、そのぐらい、そのぐらい。嘘。そのぐらいお願いしたい。そんなんじゃないとバランス取れないですか。バランス取れない、バランス取れない。ちょっと。まずい、まずい。やばい。これやばい、やばい、やばい。ちょっとやった。ビールの妖精ポップくんを作ってほしい。かわいいかわいいポップが生まれた。いいねいいね。そいつ必ずストーリーに絡ませる。嘘。この子
子とこの子が絡んだらプリキュアになっちゃうよ。ビール飲んで変身する魔法少女やだな。ありだな。そういう漫画どう？メンバー全員、うん、あの自分の好きなお酒開けると変身するタイプの少女戦士。めっちゃよくないそれ。逆にアルコールパワー。そう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 。メイクアップかしょっつって始まる。ドリンクアップっつってあのみんな空にしてからあの始まる。やだ。で相手も一回飲んでからお互い酒を組み交わしてそして争いはなくなった。平和。ノミニケーションした。さあ1回戦目、お題ビールにまつわるストーリー、せーのでーどーん。ほう、なんか暗くて重たそう。大丈夫これ、あの話すのに2時間ぐらいかかるやつじゃない？やめて、無言でうなずくのやめてほしい。まあいいや、じゃあさやから聞きますか。いや彼あのどっかのね国内の田舎で、はい、すげえアバウトなの。でその地元の大学かどっか行ってる、はいはい、で子供の頃から好きなお姉さんがいたと、はい、そのお姉さんが漫画家志望なんです。高校生の時からアシスタントでこう結構そのお姉さんと仲良くしてた、はいはい、でそのお姉さん結構飲んだくれなの、うん、はいはい、いつもなんか冷蔵庫にビール入ってて、うん、眠い詰まると飲み明かしちゃう人。あ、そう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 。全くなんか俺がいないと何にもできないんだからとか、うん、お姉さんちゃんと片付けてよとか言って結構世話焼いてた、はい、そう。でまあある日でもお姉さんの漫画が当たって、うん、お姉さんが上京することになりました。あら、そう、引っ越しの手伝いとかして、うん、なんか俺いなくて大丈夫なのとかすごい強気にお姉さんの前では言ってたけど、お姉さんが引っ越してビール一本もらって帰りブランコで泣いてるっていう。でもそんなところに舞い降りたのか僕、ホップ君。おかしいだろ、急に。何、あのお酒の力をいい感じに使って自分の本音を話させてあげようと。そう、僕を上場して魔法少女になって。違うだろ、それは。はいはい、まだ苦いから、ね、そうそう、まだ初恋が苦いか、うん、ね、ビールが苦いのか分からない。あの同じセリフですよ、多分。嘘、これ苦いんだよ。これ、うん、ビールといえばやっぱり、あ、そうですね、はい、本国ドイツなんですけど、うん、介護ロボット、介護ロボット。だから結構あのパワー系なのね、うん、そう、ビールの苦味をロボットは感じられないじゃない、美味しさとかさ。そうだね。だけど一緒に過ごしてたおじいさん、まあアルベルトとしようじゃ、うん、そのおじいさんは退役軍人だからちょっと足が不自由だったりするわけよ、うん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 、でちょっと今戦争が止まってる冷戦状態っていうところで、うん、おじいさん戻ってきてるわけ、うんうん、ロボットのフィンとアルベルトが暮らしてるわけ、うんうん、はい、で毎回そのビールとか、うんうん、いろいろ美味しいものを教えてくれる、うん、けど、まあ、ロボット私には分かりませんって、うん、苦味も分かんないし香りとかも分からない、そんなに美味しそうに飲んでるけど私には分からん、うんうん、でもある時、うん、戦争がまた一番やばい状態というかまた始めてしまうわけ、はい、俺は仲間が戦ってるのにこんな時に家で飲んでるわけにはいかないっつって行っちゃうわけよ。でこいつは止めるの、確率的に、うん、あなたは絶対に死ぬからなぜ行くのっていう話になる、うん、で帰ってきたら絶対お前にビールのうまさ教えてやるから待ってろっつって置いてかれちゃう。で半年後死んだ兵士のところってさ報告に、で一応義務で来てくれるわけよ、うん、でも家族もいないしこの家はいいかってなってるけど、うん、じっと奥からこいつが見てて、そこの報告しに来てくれた人が遺書じゃないけど、うん、残してほしいメッセージっていうのがあって言ってくれるわけよ。お前家にあるビール好きなだけ飲んでいいから、うんうん、そのビールのうまさに気づいたら今度お前に海を越えた先にある日本酒ってやつを教えてやりたかったって、うん、まずはビールのうまさを知ってからだけどなっていうぐらいのメッセージが残ってる。醸造して魔法少女になってよ。泣くんだから最後家にある、うん、まだあったビールを開けて飲んでなぜか苦味を感じることができた。切ねー、苦いですアルベルトっつって終わる。わあ。その話がそれ15分短編アニメにしないできそう。15分適切だな尺が。はい、はい、ということで1回戦目ビール重たいですね。重たいですね。はい、はい、次、はい、はい、次2回戦目梅酒。梅酒酒大好き。さやも好きですね。じゃ今回じゃ梅酒にまつわる、はい、梅酒にまつわるストーリーをやっていきますか。やっていきますか。よーい、梅酒。男か女かわからない。またそうやってさ、男か女かわからない。そのミステリアスさがいい。しかしその実態はメタモン。確実に男か女かわからなくしていく。メタモンってなってないよね、性別。ないね。今もしかしてメタモンの泣き真似した？なんか遅いな。もう一回やって。ベビちゃん、ベビちゃん。なんだよ、早く帰ってよ。
なんで結婚してよかったエピソード感じられても困るの。え、だってやばくない？メタモンって言ってさ、すぐさ、泣き声で返してくれる夫すごくない？はい、さあということで2回戦目、梅酒せーのでーどーん。なんかまた壮大な物語がありそう。聞く。ドリンク用意した方がいいから、梅酒用意した方がいいかもしれない。あ、やっぱベロンベロンになってからじゃないと、ゲサの話は聞けないってことね。いや、これ梅の木よ、梅の木。はい。うん。梅酒を作ってる酒造さんですよ。はい。舞台は、ここは、海を越えし、日本とか呼ばれたり呼ばれなかったりする国なんですけど。またオムニバスほとばしってない？ほとばしるのが俺の仕事だと思ってるんだけど。ああ。ということで、こちらの農作業ロボットでございます。成人女性ベースの農作業ロボットなんだけど、そこの農園の一人娘の女の子とずっと仲良くしてながら一緒に農園の管理をしたり、その家族と平和に暮らしておりましたが、先の戦争で平和に暮らしておりましたのフラグ感やばい、そう、お酒を作っていたそのところですよ。止まっていた戦争が再開したことによって、ここの場所も影響が受ける。そしてそこの一人娘が、まあとんでもない力に目覚めてしまい、連れてかれてしまう。で、そしてその場所を家族は離れ、でもこのロボットだけはここで梅農園の管理を任されていて、延々とし続けているわけです、はい、燃え盛る梅の木の中で梅の木の管理をしている。で、これが燃え切って数年後、ここの枯れた梅の木を延々と世話をしている農作業ロボットのもとに、ピンと名乗るロボットが現れるわけですね。 To be continue っていうことです。わあ、聞く？聞くよ、いいよ。主人公は疲れた OL ちゃん、帰り道、不思議なバーに出会って、そう、いるよ。その日の気分に応じた素晴らしいお酒作ってくれる人でしょ。そうよ。あれ移動販売なの。はいはいはい、はい、移動販売で、あ、いいねいいね。なんか2人ぐらいしかかけられないようなちっちゃいお店やってて、ね、はいはいはい、知識量とかもすごいすごいね、でももう一回飲みに行くといないんでしょ。あ、そう、もういない。いるわ、そういうやつ。いいね。で、それで、最後に来るのが、僕は醸造して、お前も。お前また来るんか。え、違う、実はこいつがボスかもしれない。ああ、そんなことね、組んでね。今日はどうだった って、ポップ君に聞いて、聞いてくるんだ。今日は適正者はいなかったよ。適正者、じゃあまた違うところを探せばいいさ。なんだ適正者。そして闇夜に消えていく二人。すごいハートフルお酒ストーリーになりそうなのか不穏なのか分かんないな、こいつ。はい、あ、二人ともなんやかんやオムニバスってしまった。いや、そうで、最後ですよ。我々日本人ですよ。はい、日本酒あんまり最後飲んだことないよね。飲んだことない。で、結構最初固定観念というか、いや、そう、なんか強い、ちょっとお酒好きしか飲めないみたいなレベルのイメージがあったんだけど、結構そのおすすめしてもらったお酒を、飲んでみたね。これならいけるよって言われたやつが本当に美味しくて、あ、日本酒うまいんだってなったんだけど、突然ですが、ここで問題です。レード。日本酒、さまざまな銘柄がありますが、ありますね。日本酒の中で一番多く使われている漢字一文字。漢字一文字？次の4つから選びなさい。4つも選ばせてくれんの？はい、いや、選べなさい。1個だよ。1個選ぶんだ。4つ選ぶんじゃない。はい。A。はい。米。米。まあ、米からできてますからね。米からできてるから。お酒はね。B。B。山。山からできてますからね。できてませんよ。C。川。川。D。城。米山川城。誰だよ。日本酒めっちゃ好きな人みたいじゃん。グルメ漫画に軽率に出る名前みたいじゃん。めっちゃいそう。じゃあ、城ってあれ。醸造の城。カモスっていう字ね。カモス像。それ、同じもんなんだ、それ。あの漫画もね、でもね、お酒好きになるよ、あの漫画見て。あれ最高、大好きなの。まあ、それは置いといて。待って、米山川城。米山川城。さあ、どれでしょう？皆さんも考えてみてください。さあ、どうでしょうか。え、城じゃない？城。城。え、なんかさ、あるじゃん。なんか、なんとか銀城とか。あ、大銀城ね。あ、そう。正解は、はい。山でございます。山なんすか。山です。え、山？あ、でも確かにラベルに書いてあるような気もする。ということで3回戦目は、はい、はい、日本中。日本中でございます。よーい、スタート。急に黙った状態からそう急に言うのはやめて、びっくりした今。なんで？何の話それ？
え、日曜朝9時からやってる。やってそうだけどさ。タコチューエンジェルミコトっていうオープニングです。はい、りということで3回戦目日本酒せーのでどーん、お、じゃじゃーん、誰、ここはね、そう、宇宙人です。宇宙人なんだ。はい、宇宙のどこかで、うん、ずっと生配信している生配信、そう、宇宙バーです。宇宙バー、あ、そう大丈夫、だいぶ寄ってるけど、宇宙バーなんだ。宇宙バーです。宇宙バーなんだね。そう、宇宙バーで、はいはい、宇宙中のお酒を飲んで、お、飲み歩きコメントを配信している女の子、はいはいはい、すごい規模のでかい飲み系 YouTuber。 あ、そう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 、うん、視聴者の宇宙人の方々が、はいはいはい、おすすめのね、あ、そう、こんなお酒があった、うん、この星でとかって送ってくれるのを、はいはい、なんかどこどこの星にこんなお酒があったとかって毎回生配信してる子なんだけど、はいはい、その子がついについに来たわけだ。日本酒をこう紹介する回ですよ。なるほどね、そう、かわいいじゃん。で、日本酒にその、うん、やっぱおつまみっていう概念はまあちゃんとあるから、はいはい、でこの日本酒に合うおつまみなんだろうって、うん、このお酒が作られた国のことちょっと調べてみようって、はい、タコワサを見つけて戦慄するまでが遠足。こんなやべえ食い物があるんだ、えーって私食べられてるって。そういうことね。そうそう、結構見た目はね、こうタコというかね、タコとかイカとか、あ、なるほどね、タコ系のね、こういうタイプね。そうそうそう、自分が食われてるという恐ろしさに、そう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 、仲間が食われてるってやべえじゃんこの酒っつって終わる回、うん、逃げ出すの。そうそうそう、でも酒はうまかった、酒は美味しかった、うん、めちゃめちゃっていう、そう、なんか重そうだな。いや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 、実はね、こっからコメディになるんですよ。あの、世界滅んだんだけどさ。いやもうね、その一言から始まったのだけがコメディって感じですね、うん。そうそう。いや、違う、あの、まあ、とりあえず戦争があったわけじゃない。いろんな特殊能力者がぶっ込まれてさ。はい、戦争。全面戦争が地球上で勃発したわけよ。はい。世界はもう荒廃したわけ。はい。はい、展開早い。そう、で、ビールも何もめちゃめちゃ飲んで、うん、酒を理解するロボットになってるから。舌が超えたロボット。超えた、超えた。日本酒という概念は分かってないの、二人とも。うんうん。プログラムされてない。日本酒が何なのか。そう、日本酒ってどういう酒なんだろうっていうのを、うん、日本に来たじゃない、うん、フィン君が。そうですね。日本酒を巡る旅をしている中、この子が仲良かった女の子は、うん、すごい力を持ってて、その子をベースに異能兵士がいっぱい生み出された。そうで、この二人が一番やべえ遺伝子を持った子の力を全て継いだ女の子を二人で育てながら日本酒を探す。こうして生まれた人間のことを蔵の人と書いて、うん、クランドと呼ぶ。やめろよ無理くりつなげるね。やめろやめろ。はい、ということでお酒にまつわる3つのエピソードをまたオムニバスりつつ考えたんですが、が本筋ここじゃないんですよ。今回はお酒のラベルを作らせていただくということで、はい、この後実際にそのラベルをね書いていくところを皆さんにお見せしたいと思います。思います。じゃあ一杯飲んでやりますか。グビッ。それではコラボ酒ガチャラベル書きますわよ。はい、ということで今回はね、はい、まあ、さえさんが、さえさんが書いていきますと担当しましたよ、はい、もう皆さんのお酒届く酒はね、酔っ払った飲んだくれの夏目さんちが届きますはい、今回はね、まあ、全部透明水彩で、はいはい、おー、なんかほわっとした感じで仕上げるんですね。あ、そうなんですよ。いつもだったらね、夏目さんち書くときってね、うん、なんかもうギャビャーっていう感じでね、わかんない、ペン入れガビャーって、わかんないわかんないわかんない、こう黒とかでね決めちゃっていったりとかするんですけど、はい、今回はなんかこう飲んだくれてるはーって感じで行きたかったのでね。なるほどな。はい、もうペン入れはせずに鉛筆の上に透明水彩塗って、はい、でそのまま行ってますね、もうね。いや、そうなんですよ。もうほわーんって感じになるでしょ。確かになんとなくわかるわ。いや、そう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 、おごぼがいましたね今ね。急に今時間気にし始めたね。おごぼいましたねえ、この後はもうペン入れですか。いや、そうですね、あのまず全体的にファンって塗った後に、はい、こう2層目っていうんですか、影で2層目塗って、はいはいはい、その後にあの透明水彩で、はい、あの肌色だったらこうちょっと肌に近い濃い色とかで、うんうんうん、あのまあそんなイメージで、あ、濃い透明水彩でペン入れをして、そうそうそう、そうするとね、なんかね全体的にね、はい、なんかこう穏やかな雰囲気になるんですよ。でさらにね、はい、穏やかな雰囲気にするために色鉛筆でね、こうちょっと素朴感を出して、はいはい、そして完成、飲んだくれたちが完成しました可愛く言ってるけどただ酔っ払いですからね。はい、ゲさんのほっぺいつもの3倍ぐらい赤いから、ね、すごい赤いねはい、まあ、ということでね、はい、クランドさんとのコラボガチャ、はい、はい、コラボ酒ガチャ
この後ですね、販売開始が迫ってまいりますので、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、飲んだくれ夏目さんたちをね、保護してあげてください迷惑だな